未来から考えて決めていくというようなものがトップダウンのアプローチです。こんにちは、就活コンサルタントの竹内です。今回はですね、業界の絞り方についてお話したいと思います。もともとですね、業界を絞れなくて困ってるという学生が大量にいるのは私は知ってますし、この時期特にね、秋なんかはどうやったらいいですかみたいな話をすごく相談を受けるんですね。なので、まあ、ぜひねお役に立てればというふうに思って今回ねこの動画を撮らせていただきました。結論から言うと、業界の絞り方っていうのは2つ方法があります。何かというと、トップダウンのアプローチとボトムアップのアプローチですね。ちょっと横文字が長いんで分かりやすく説明すると、トップダウンのアプローチは何かっていうと、自分がこういうライフスタイルを実現したい、例えば残業が少ないとかね、あるいはお金いっぱい欲しいとか、スキルが身につくとか、未来から考えて決めていくというようなものがトップダウンのアプローチです。一方でボトムアップのアプローチは何かというと、現在の自分の持っている能力とかスキルから、この業界は受かりやすそうだなみたいな感じで受けていくアプローチになります。例えば理系の工学部で材料のことをやってたから、素材系のメーカーに行くみたいないう話は、まあボトムアップのアプローチっていうふうに言うわけですね。この2つのやり方があるんですけど、今回の動画ではその1つ目のトップダウンのアプローチについてお話ししていきたいと思います。さっき言った通りね、どういうライフスタイルを望みたいのかからやっぱり逆算して考えるべきです。でよくあるライフスタイルの選び方みたいな話でいくと、転勤の有無、給料がどれぐらいもらえるか、残業が多いか少ないか、海外で働きたい働きたくないとかもあるし、あとスキルが身につく、このあたりですね。海外についてはちょっと別の動画であるんで今回割愛しますけど、転勤、給料、残業時間、スキル、まあ、この4つから考えていくと結構わかりやすいです。それぞれ具体的に解説していきます。まず一つの転勤の有無ですね。転勤をもうしたくないという人いると思います。実家暮らしがいいなとかね、そういう方も結構いらっしゃると思います。実際ですね、やっぱ実家暮らしの方がお金貯まるし、親とも一緒にいれるし、何かあった時にね親が助けてくれるとか、そういうこともあるのでメリットがありますよね。で、一人っ子の世帯なんかだと、やっぱ親御さんもですね、どっか行ってほしくないみたいな、そういうケースもあるので、転勤がないのを望む方が増えてるなというふうに思います。でもしそう考えるんだったら、行ってはいけない業界は商社、メーカー、金融 のいわゆる総合職ですね。あとは保険、あと証券もそうですね、総合職みたいな話でいくと、転勤ありますし、海外飛ばされたりとか、国内でもじゃあ君どこどこしてんねっていう風に飛ばされたり、いろんな飛ばされながら現場のことするの分かって、最終的に本社戻ってくるっていうのがこういったやっぱり業界なわけです。だから商社とかメーカーとか銀行、保険、証券、このあたりは総合職で行くのはやめた方がいいです。ただ金融はですね、エリア総合職っていう、ずっともそのエリアっていうものもありますから、そういった仕事であればまあいいんじゃないかなというふうに思いますけど、商社とメーカーもほとんど転勤がありまくりの会社なので、そこはやめた方がいいんじゃないというふうな感じで業界選定をしていくことになります。で、二つ目ですね、給料。給料どれくらい欲しいのかにもちろんよると思うんですよ。1000万以上欲しい、20代後半で1000万いきたいとかね、人によってはあるかもしれない。給料がすごく欲しいというような場合であれば、ここで高学歴か低学歴で分かれています。低学歴だったら、まあ、不動産の営業か保険の営業ですね。フルコミッションですごく稼げるっていうところ、ないしはあとキーエンス、まあこのあたりの営業で稼ぐみたいなフィールドにチャレンジしてください。そうするとインセンティブでたくさん稼げますし、いいと思います。やっぱりですね、資本主義ってのは売ったやつが偉いんですよ。売ったやつってのは、お客さんの懐から会社の懐に金を持ってきたわけですね。まあ端的に言うとですよ。ってことは会社はその営業マンに感謝しないといけない。だからインセンティブを出す。ってことは、いっぱい売れればいっぱいお金もらえるんですよ。だけどそうじゃないような仕事、例えば企画とか事務とかね、そういった仕事っていうのは、やった仕事がどれぐらい業績に反映されたかっていうのが分かりづらいわけですよね。だからインセンティブもそんなに出しづらいっていうのがやっぱりあります。そういった観点から、営業で稼ぐっていうのはビジネスの基本だと思いますので、営業で稼げるフィールド、まあそれが不動産の営業か保険の営業、ないしは金融みたいな会社ですので、学歴がそんなにないみたいな話であれば、そっちのフィールドに行って稼ぐことを考えてください。一方でですね、学歴があるというふうになってくると話は変わってきます。その場合ですとね、外資系の金融、外資系のコンサル、あとはマスコミってのはテレビもそうだし、出版もそうだし、新聞もそうです。まあ、全般的に年収1000万超えている高い会社多いですよね。あとはデベロッパーですね。そして総合商社、大手製薬会社とかですね。この辺りになってきます。1000万超え結構ザラみたいな会社が多いので、給料には困らないかなというふうに思います。基本的にこういった会社に行こうと思ったら必要なのは、プロジェクトをマネジメントする能力だったり、ビジネスプランを考えたり、ビジネス課題を解くというようなものがすごくたくさん出ますから、そういった訓練をしていくということが重要になってくるわけですね。これが、まあ、給料欲しい人向けの業界の絞り方ということになります。次の絞り方は、残業時間で絞るというようなやり方ですね。残業時間とか休みが多いのがいいのか少ないのがいいかみたいな話なんですけれども、残業時間とか休みが多いのがいいという人であれば、行ってはいけない業界ってのがあります。何かって言ったら、人材、広告、マスコミ、飲食、アパレル、コンビニ、まあこのあたりはやめた方がいいと思います。特に人材なんか分かりやすいんですけど、人材だとですね、転職者とかそういった人の相手をするわけですよね。そうすると、日中は企業開拓の営業して、夜は転職者の相手をするっていうようなケースも結構あったりします。これはもちろん会社によって違います。企業向けの担当している会社と
求職者向けの担当してる人を分ける会社であれば結構ホワイトになる。逆にそれを両方自分で一人でやるっていうタイプの会社だと、転職者向けの対応ってのは夜ですよね、基本的に。みんな仕事終わってから、まあ、転職考えるわけですから、そこで夜にやり取りしないといけない。これはすごい大変なわけですよね、まあ、みたいなことで人材って結構ねワークライフバランスが取りづらいということがあります。広告とかだったらですね、夜の深夜とかにガンガンメール飛んできたりとか結構いっぱいありますから、お勧めしないなとかいうことがあったりしますので、まあ、もう一回言うと、人材、広告、マスコミ、飲食、アパレル、コンビニ、まあ、このあたりはやめた方がいいかなというふうに思います。逆に、休みが取れるっていうのは国策系の企業が多いです。具体的に言うとですね、一般社団法人とかね、あと大学の職員ですとか、それからインフラ関係ですね。NTT とか東京電力、成田国際空港とか、そういったところは非常に休みが取りやすいです。労働組合がすごく強くてですね、残業規制とかその後きちんとやれという圧力がすごいかかってる会社が、まあ、インフラ系多いんですけど、そういった会社はやっぱり早く帰るっていう特徴があります。なのでですね、ホテルとか旅行、あとエンタメ関連、音楽とかね、冠婚葬祭、これに関しては結構休みが不定期だったりします。土日に休みがないみたいなケースもあったりしますので、その業界に行く場合は定期的な休みみたいなものは期待しない方がいいのかなというふうに思います。この辺り考えていくと、公務員ってなんだかんだいいよねっていうふうにはなりますよね。きちんとした同じ休みが欲しいというような話であれば、そっちを取っていくのも手だと思います。次はですね、スキルですね。スキルが身につくみたいな話をしたときに大前提考えてほしいのは、スキルが身につくっていうことと楽してお金欲しいっていうのは絶対に両立しないということですね。スキルが身につきたいならバリバリ働いてゴリゴリやって、その働いた時間分が全部スキルになるわけですから、楽して稼ぐってことは基本的に起こり得ないわけです。なのでスキルを見つけたいって大体ね、その先の転職を考えたりとか市場価値を高めたいとか、そういう前向きな方が多いと思うんですけど、それであればファーストキャリアは思いっきり残業時間が多いところに行ってください。その方がセカンドキャリアはかなりキャリアアップにつながると思いますし、そういったバリバリできる人を求めてる会社はいくらでもあります。逆に楽して稼ぎたいという人に関しては、正直言うと転職はそんなにしない方がいいと思います。これが大前提であるわけです。この上でスキルがものすごく身につく、ないしは転職の際に有利になるスキルが身につくのはどういう仕事かって言ったら、 B2B だと考えやすいんですけど、人材、広告、財務関連、それから新規開拓営業、こういった仕事はいいです。なぜかっていうと、人材っていう仕事はどの企業に行っても必ず採用活動ってのあるから、人材系の会社で経験がたくさんあるとどの会社にも重宝されます。同様に広告もそうですね。どの会社も広告はしないといけない。だから広告に行っておけばどの会社にでも行けます。財務ですね。財務っていわゆる金融の中のホールセールとか法人開拓の営業の方ですけど、財務担当者っていうのはどの企業も資金調達したりとか、上場考えて資本政策考えたりとか、どの企業もやらないといけないから、どこ行っても重宝されます。最後に新規開拓の営業ですね。これルート営業は意味ないよって意味で新規開拓の営業って言ってるんですけど、新規開拓の営業もどの会社も新規のお客さん欲しいわけですから、その能力が高ければどの会社にでも重宝されますということです。このあたりのスキルに関してはものすごく転職でも潰しが効くし、実績数字でも出しやすいので、スキルが身につくなというふうに思いますので、ぜひね検討してみるといいかなと思う一方で、そうじゃない業界だと基本的に業界内での転職になると思います。企業内特殊熟練とか、そういう業界内で特有のスキルみたいなやっぱあるんですよ。そのスキルってのは他の業界ってのはもう使えねえって結構多いですね。そういう場合はその業界内で転職することを見据えて、バリバリ働けるような会社を選んでいくとスキルは身につくのかなというふうに思います。資格みたいなものを考えるんですけど、資格っていうのは基本的にゴミです。まあ、こんな言い方をすると炎上すると思うんですけど、民間の会社に行く際にはですね、資格よりも実績なんですね。どれぐらい売ったんですか、どれぐらい会社に貢献したんですか、あなたの作った作品がどれぐらい業績に反映されたんですか、そういったことしか基本的に興味ないんですよ。資格を持ってるからそういうことができて業績が上がるんですってことは言えれば資格は意味あるんですけど、資格そのものに意味があるかって言ったら大抵の場合は意味がなくてですね、意味があるのは独占業務があるような、まあ、弁護士とか公認会計士とか税理士とか、そういったぐらいの資格しか正直あまり意味がないので、資格に頼らずにですね、業務の中での実績を積むことということをスキルアップを考えている方は念頭においてやってみるといいかなと思います。問題はですね、ライフスタイルから考えてこういった企業に行きたいなとなった時に、その業界に行くためのネタですよね。学生時代にどういったネタがあれば行けるのかみたいな話で、ネタがない人だったら、もしね、その人が2年生とかね、3年生の4月とかだったら、今から長期インターンとか行ってネタを作る。ネタを作って業界に持っていけばいいよねっていう話になります。未来のね、こういう人材になりたい、こういう人生をしたい。だったらそこから逆算して、それを実現するためのスキルを2年とか3年のうちに身につけるということが、まあ一番いいアプローチではあると思います。もしそういったネタがない、もう時間がないという方であれば、まあ、うちのスクールに来ていただければ、いろいろと対策の仕方はあるのかなというふうに思いますので、まあ、ぜひね検討してみてください。というわけで今回は、ね、トップダウンのアプローチについてお話ししました。もう一回おさらいすると、自分のライフスタイルから逆算して行きたい業界を絞るというようなアプローチです。
具体的には転勤とか給料とか残業時間、あとスキル、まあこういった観点から考えていくとやりやすいんじゃないですかということをまあ提案させていただきました。なのでね、ぜひ一度振り返って考えていただくといいかなというふうに思いますし、もしですね、時間がないなということであれば、うちのスクール来てもらえれば先生が何とかできるかもしれないので、まあそれも検討してみてください。次回の動画ではボトムアップについて解説していきますので、まあそれも楽しみにしていってください。はい、このチャンネルでは週に何本か就職活動の役に立つノウハウを配信しています。ぜひチャンネル登録お願いいたします。では今日は以上です。ありがとうございました。労働時間が長すぎる、残業代が支払われない、働き方改革が進んでいる昨今ですが、世の中には職場環境があまりにひどいブラック企業が未だに数多く存在します。もしブラック企業に入社してしまうと、あなたの人生はめちゃくちゃにされてしまいます。しかし巷の就職エージェントや就活塾は、企業からマージンを得るためにブラック企業に無垢な学生を斡旋しています。彼らのせいで知らず知らずのうちにブラック企業に入社してしまうケースが後を絶ちません。この悲惨な状況を変えるべく立ち上がったのが、ホワイト企業入社に特化した完全個別指導型の就活スクール、ホワイトアカデミーです。ホワイトアカデミーは強力なサポーターがあなたの就活をマンツーマンで徹底的に支援します。週1回1時間以上の指導を受けていく中で、就職活動に必要な対策が完璧に整います。講師はいつでも親身にあなたの相談に乗りますので、あなたが納得のいく企業から内定を取るまでサポートが続きます。さらにホワイト企業のリストをなんと12000社分所有しています。このリストを用いたホワイト企業の分析、ロジカルシンキング力の養成、理想の人生を歩むためのキャリアビジョン設計、これらを通じてあなたは最高のファーストキャリアをスタートさせることができます。宿題や授業をオンラインでこなすことができるシステムもありますので、もしあなたが地方や海外に住んでいたとしても大丈夫です。ホワイトアカデミーのサポートを受ければ、あなたはホワイト企業から確実に内定を手に入れられます。万が一、一社もホワイト企業に内定できなかったときは、授業料を全額返金いたします。業界ナンバーワンを5つ達成したホワイトアカデミーにぜひご相談ください。無料相談はお一人ずつ丁寧に対応させていただくため、毎月20名しかお受け入れできません。少しでも興味があれば、お早めに無料相談会へお越しください。ファーストキャリアはあなたの一生を大きく左右します。ホワイトな大企業に入社できるのは新卒の時だけですので、ホワイトアカデミーで一緒にホワイト企業の内定を手に入れましょう。